大相撲平成27年9月場所は、2015年9月13日から9月27日まで、東京、両国国技館で開催された大相撲本場所。幕内最高優勝は、横綱、鶴竜緑三郎。2015年の3月場所から注目されている大関、照ノ富士の2回目の優勝が期待されていた。照ノ富士は大関2場所目。この場所は、 第一人者の白鵬が横綱になってから、初めての球場で三日目から姿を消した。場所前の注目通り、照ノ富士が豪快な相撲で相手を寄せ付けず、初日から11連勝。北の富士も毎場所の7月場所の解説で、白鵬のこれからのライバルは、春馬富士でも、各竜でもない。間違いなく照ノ富士、と称賛するほどであった。十一日目を経て、 前勝照ノ富士に対し二敗各流と後続に星二つの差をつけていた。ところが、照ノ富士は十二日目の土地王山戦で諸差しになられて寄り切られいっぱいに交代。照ノ富士が負けることを想定している人はおらず、座布団が舞った。大関になって間もない力士が負けて、座布団が舞うのは2002年9月場所の当時新大関。 朝昇龍が横綱高野花に負け座布団が舞った時以来、ちょうど十三年ぶり。照ノ富士の十三日目の相手は、先輩大関の木瀬の里。場所前の注目を、若手の大関に持っていかれた木瀬の里は奮起し、先輩大関の意地を見せ浴びせ倒しで、照ノ富士を下した。その際、照ノ富士は、右膝前十字人帯断裂という、大怪我を負った。しかし、 怪我を押し14日目も強行出場したが、先輩大関の豪英道に敗れ3敗に交代。同時に2敗の各竜は3敗の木瀬の里と対戦し、立ち合いの変化から木瀬の里を退けた。そして、2敗、各竜、3敗照ノ富士で迎えた先週楽。先週楽結びの一番で両者が激突。先週楽結びで、 白鵬が見られないのは2007年3月場所以来49場所ぶり。誰もが角竜の勝ちを予想していたが、照ノ富士の一気の寄りで角竜を倒し、館内は大歓声。2014年1月場所の白鵬と角竜の優勝決定戦以来10場所ぶりの優勝決定戦となった。優勝決定戦では角竜が立ち合いから前、 回しを取り下手出し投げで、照ノ富士を退け、2回目の優勝を及び横綱、昇進後初の優勝を手にした。ありがとうございます。